白里町、高久茨城県道246号鈴高屋、石塚線は、茨城県東茨城郡白里町鈴高屋から、道町石塚に至る一般県道である。1984年2月9日、既存の町道、村道を統合して県道へ昇格する新規路線として、起点を東茨城郡桂村大和鈴高屋、終点を 東茨城郡上北町大和石塚とする路線を茨城県が道路法第7条の規定に基づき県道鈴公や石塚線に認定した。後に1995年に整理番号246に変更され現在に至る。路線認定当時より路線の一部に最小福員3.5メートルのア路があるなど道路事情は良くなかったことなどから2000年代より 道路改良が進められている。白里町の丘陵地から闇添山地計測山海北部を通る比較的起伏に富む道路で、標高は起点、石塚川が低く、終点、鈴高野が高くなり、その標高差は約20メートルから210メートルほどある。鈴高野の最高点に小マネギ峠と呼ばれる峠がある。福音、曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。現在は路線統合により県道日立笠間線となる。ありがとうございます。